日産セレナに e-force 新登場、イエーイということで、福日チャージ YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。セレナの e-force 心待ちにしてました案内人の M です。昨日2024年10月3日日産セレナの e パワーモデルに四駆が追加になりました。まあ、四駆が追加になるぞっていうのはかねてから案内予告がされていたんですけれども、これがE-Force なのか普通の e-Power 四駆なのかっていうところがですね、私も気になっていたところでした。そしたらやったぜ、 e-Force が追加になったというところで、今日はこのセレナの e-Force についていろいろ見ていく、そんな回となっております。そしてですね、じゃあそもそも e-Force って何なのっていうところ、この後ちょっとお話ししますけれど、詳しく解説している動画につきましては先行して昨日、公開しておりますので、ぜひこちらも合わせてご覧ください。それでは行ってみましょう。はい、では改めまして日産自動車ニュースルームからまずはお話ししていきたいと思います。セレナ e パワー車に e-Force を設定ということで、先月ですね、一部仕様変更というところで、ちょっとしたボディカラーの新規追加とか、あとはガソリンモデルがちょっと安くなったぞっていう、そんな話をしたんですけれど、その時にですね、10月になったら四駆のモデルも e パワーに発表するよっていうのを予告されてたんですよ。で、それが昨日発表されたということで、 e-Force が設定されたわけですね。ちょっと読ませていただきます。日産自動車株式会社は3日、セレナ e パワー車に電動駆動四輪制御技術 e-Force を搭載した 4WD グレードを設定しました。なお、発売は11月中旬を予定しています。ということで、とりあえず今発表されました。で、実際に発売されるのは11月中旬です。でもさっきもちょっと見てたんですけれど、ホームページの方もしっかりもう e-Force 追加になった状態になってますので、この後見ていきたいと思います。んでですね、はい。前回のニュースリリースもそうだったんですけれど、今回もですね、e-Force 追加になったぞって言うんですけれど、結構中身はあっさりしてます。セレナは室内空間の広さやデザイン性と機能性を兼ね備えた装備、さらに車酔いを軽減する工夫や充実した先進技術などにより、家族との大切な時間を思いっきり楽しむことができるミニバンとして好評を得ています。今回、日産の電動化技術と 4WD 制御技術、シャシー制御技術を統合することで、日常からアウトドアまで全てのシーンで走る、曲がる、止まるという性能を飛躍的に向上した電動駆動四輪制御技術 e-Force をセレナ e パワー車に搭載しましたということで、このですね、e-Force、まあ今までも他の車種、日産アリア、これは電動車というよりは電気自動車ですね、ガソリン使わない日産アリアの四駆、そして日産エクストレイル、こちら SUV タイプの e パワー、これの四駆、この2つに e-Force という名前で設定がされていました。今回新たに e-Force メンバーにセレナが加わったということで、で、これですね、他にも e パワーの車種、四駆のモデルはあるんです。オーラ、ノート、キックス、これらの車の四駆というのは e-Power4WD ということで e-Force の名前冠されてないんですね。じゃあ何が e-Force すごいのっていうと、まあ、ここに書いてあるんですけど、ちょっとわかりづらい。四輪制御技術として電動化と 4WD の制御技術と、そしてシャシー制御技術が統合されている。このシャシー制御技術っていうのが大きなポイントの一つにもなっておりまして、これですね、ただ四駆になっただけではありません。前輪後輪というよりは、四輪それぞれのブレーキの力も、はい、制御されているんですね。前後2機に高出力のモーターがついてます。さらに左右のブレーキを統合制御する。このパワーを出すところも、そして抑えるところも全てを制御することによって、非常に高い制御力を発揮しているというのが、e-Force なんですね。それによってですね、まあ走行性能が飛躍的に向上すると、走る、曲がる、止まるってここにも書いてある通り、四駆になったことで走るだけじゃないんです。曲がる時にも止まる時にもうまく力を発揮してる、くれる。雪道だけじゃない、ワインディングの中とか、普段の街乗りの走行の中でも、乗り心地も良くなっているし、
安心感が増している。それが e-force なんですね。はい、詳しくは昨日の動画をご覧ください。今日はじゃあ e-force グレードどんな風に変わってくるのかなっていうところ。このですね、リリースもそうですし、これから見ていくこの日産のウェブカタログの方でもですね、割とこれ実際に e-force グレードを買う上で大事な点じゃないかなっていうところがちょっとわかりにくくなっているので、その補足をさせてもらいたいと思います。まず、グレード構成ですね。今回新たに追加になりました四駆 e-force のモデル。e-force X、e-force XV、e-force Highway Star V というこの3つのグレードに対して e-force が設定されています。後からちょっと触れますけれど、セレナの e-power には最上位グレード、プロパイロット 2.0 が搭載されたルキシオンというグレードがあるんですけれど、実はルキシオンには e-force ないんですね。言い換えれば、日産の e-power 四駆のセレナには、プロパイロット 2.0 は搭載することができないんです。でもご安心ください。1.0、ハンドルに手を握んなきゃいけないけど、プロパイロットのこちらは、標準でついてきております。そしてもう一個大事な点が、乗車定員が7名なんですね。他の e-power のグレード、そしてガソリンのグレードは、乗車定員8名です。ただし、ルキシオンは7名。で、この e-force も7名。他は全部8名っていう、そんな構成になっております。で、価格がこちら361,4600円からというところなんですけど、これはちょっと具体的にいくら上がってるのかっていうのを後ほど触れたいと思います。でもまあ、ルキシオンは残念ながら e-force ついてないんですけれど、逆に私良かったなと思ったのが、一番ベースになるグレード、e-power の X にも e-force の設定があったっていうところがですね、ちょっと良かったなと思います。e-force、ちょっと高級な四駆っていうイメージがですね、どうしても私もありまして、いや、これハイウェイスターじゃないと e-force の設定ないんだよね、とかってなったら嫌だなと思ってたんですけれど、しっかりですね、ベースグレードから e-force の設定がございます。では改めてこちら、日産のウェブカタログの方をご覧いただきたいと思います。セレナのトップページは、こちらなんですけれども、ここにですね、はい、もう e-force 専用のページ公開されております。電気の力で 4WD の常識を覆す e-force ということで、はい、先ほど言ったように走り曲がる止まりが飛躍的に向上しているというものになっております。で、雪道でも郊外や山岳路でも、そして市街地でもいい。どんな風にいいのかっていうと、まず、まあ、やっぱり四駆って雪道の時に欲しいよねっていうところで、雪道や氷結路などを運転してる時、熟練したドライバーでも緊張するものですが、e-force は車の動きを安定させるためにモーターのトルクとブレーキを瞬間的に緻密に統合制御してくれますよと。走り出しももちろんだし、そして減速をするとき、カーブをするときも、グリップの限界ギリギリを使いながらスリップはさせない。でもしっかり安定して走っていってくれる。これを実現してくれるんですって。その走りは、郊外とか山岳路、ワインディングを走るときも大いに発揮されますし、そして市街地を走るときも、これ大事なところです。前後の揺れを抑えたより上質な乗り心地ということで、前輪後輪それぞれにモーターが搭載されております。その前後のパワー配分を緻密に制御することによって、不快な揺れ、ブレーキングの時はぐっと前のめりになる。加速の時は今度はちょっと上を向くようになる。そんなよくある車の動きを抑えてくれるんです。はい。こんなところもですね、セレナ、もともと、元の肉のガソリンモデルもそうだし、e-power のモデルもそうです。車酔いをしにくい車というところをですね、目指して開発をされているんですけれども、これ e-force になったことによって、さらに上のランクに到達しているというところ、私は絶対もうここは間違いないなと自信を持ってお話をしております。で、雪道での高い安心感というところで、まあ、これもですね、さっき言ったものの補足ではあるんですけれども、はい、氷結路凍った道で前輪がスリップしそうになったら、後輪にパワーをしっかりかけてあげることで、車体の安定をさせてあげますよ。ワインディングの中で後輪のグリップが低下したぞってなったら、しっかりフロント側に、パワーをかけて仕事をさせることによって、スリップさせない、回転をさせない、滑りやすい路面でもタイヤのグリップ力をもうダメだ、超えそうだ、スリップしそう、スピンしそうってなったら、しっかりですね、
このパワーを抑えてあげる、駆動力の制御をしてくれる、さらにそこにですね、ブレーキの制御も合わせて行ってくれることによって安定した走りを見せてくれますよと。で、このドライブモードセレクター、まあ標準のセレナですね、 e パワーのモデル、エコ、ノーマル、スポーツと3つのモデルがありましたが、さらにここにスノーモードが e フォースは追加されております。こちらにしていただくことによって、雪道に最適化した、はい、走行のパワーの出し方、アクセルコントロールに対する、加速力といったものがですね、はい、制御うまくされるようになっているんですよというところですね。はい、いろいろお話をしていくと止まらなくなるんですけれども、はい、こんな e フォースが追加になっておりますよと。で、まずちょっとグレード構成の方ですね、見ていきたいと思うんですけれども、はい、グレード1段で2区4区分かれてますが、4区をご覧ください。ズズズッと見ていくと、ここに、はい、 e フォース x、 e フォース xv、 e フォース xv、 e フォース xv、 ハイウェイスター v、 ハイウェイスター v、 ウォースターシートシャーとあるんですけれども、はい、この中に4区の e フォースのルキシオンというものは存在しない。というか、そもそもルキシオンは e パワーの2区にしかないんですよね。はい、こちら最上位モデル、e パワールキシオンでございますと。はい、という感じでですね、ルキシオンないんですよ、 e フォースで。これなんでかなっていうところでお話をすると、これ正式に発表されてるわけではないんですけれど、そもそもルキシオンって7人乗りなんですよね。で、7人乗りで、かつ、このフロントセンターコンソール、はい、こちら運転席、助手席の間にコンソールボックスが設けられております。2区のモデルというか8人乗りのモデルであれば、ここにですね、はい、2列目と1列目の間を行き来するスライド式のセンターシートが、スマートマルチセンターシートという名前になっております。これがあるんです。でもルキシオンはこれが搭載されておりません。そしてじゃあ7人乗りのセレナe フォースはどうなっているかというと、このスライドするスマートマルチセンターシートはやっぱり e フォースついていないんですね。で、一方でこのフロントセンターコンソールはどうなっているかというと、これはこちらに書いてあります。 e フォース車にはキャプテンシートとフロントセンタートレイを標準装備というふうに書いてありまして、で、これですね、まず e パワーのモデルは8人乗りもフロントセンタートレイがついているんです。これはこの運転席、助手席の間の下の部分にですね、ちょっとトレイ状の、言ってしまえば膨らみがあるわけなんですよ。で、これは走行用のリチウムイオンバッテリーを搭載するスペースの都合上、どうしてもそこに必要なものがあったというところで、そこトレイになってちょっと盛り上がってるよと。これは e フォースの車も同じ仕様になっていると。で、じゃあなんで e フォースは8人乗りじゃなくて7人乗り、このキャプテンシート仕様ですね、2列目になってるのかっていうところで言うと、まあどうしても後ろ側にモーターをもう一個つけなきゃいけないんですよね。そのスペースだったりとか、あとはこのフロント側からギア側に、様々な配線とか通さなければいけないかと思います。そういったところでの都合上、どうしても8人乗りにすることはできなかった。正確に言えばこの前後を移動するセンターコンソールをつけることができなかったというところなんだと思うんですよね。というのがありまして、スペースの都合上じゃないかなと。これはっきりと公開されておりません、私の予想です。様々なスペースの都合上でどうしても7人乗りにせざるを得なかったというところがですね、内情じゃないかなと思います。一方で、まあ、7人乗りにはなっているんですけれども、セレナで大事な車内空間、この広さという部分については4区になってもほぼ犠牲になっておりません。しっかり3列目まで、他の e パワーの、ニックのモデルと同じように3列目までしっかりと、使っていただける広さを確保しておりまして、で、ただしこれですね、画像がホームページ上に公開されてなくって、正しいところですね、お伝え難しいんですけれども、4区の、e パワー e フォースはこの部分ですね、バックドアを開けた荷室の下側、ラゲッジアンダーボックスがちょっと狭くなっているだろうなというところはあります。e パワーの2車、そして e フォース車は容量が異なりますっていうふうにも書いてあります通りですね。これ e パワーの2もここのスペースってちょっと違うんですよ。
で、それ4区になりますと、まあこのですね、ここの荷室下周辺に後輪を駆動するためのモーターが搭載されていますので、同じスペースの確保は難しかったと。ですが、でもあのラケッチアンダーボックス全くなくなったわけでもないんだなっていうところはですね、一つ安心していただきたいポイントかなと思います。話が前後しちゃったんですけど、ルキシオンには e-force の設定がございません。このあたりもですね、このタイミングでルキシオン e-force が出なかったっていうのは、おそらく今後も出ないんじゃないかなっていうところですね。で、ルキシオンがどうして7人乗り仕様しかないのかっていうところは、これプロパイロット 2.0 を搭載した関係が、影響しているというふうな話聞いております。で、これですね、プロパイロット 2.0 って、ステアリングを持たなくても、握ってなくても条件が揃えば OK、自動車専用道、高速道路で、はい、しっかり周りの安全を確認さえしていれば、ステアリングから手を離して、ブレーキ、アクセルの操作もいらない、しっかり安定して走っていけるっていうこの機能なんですけれど、これですね、皆様が多くの方が思っている以上にかなり高度な制御が必要だというところで、ルキシオンのセンターコンソールですね、助手席、運転席の間にある肘掛けなんか大きいのがついています。その中にも、このプロパイロット 2.0 を制御するための装置がいろいろ詰め込まれている場所なんですよね。そういった関係もありまして、ルキシオンのプロパイロット 2.0 と e-force、これを両方搭載するというのが絶対無理ではないんでしょうけど、セレナの大事な室内空間の広さ、使い勝手というところと両立するのが難しかったんじゃないかなっていう、これ私の予想であり想像です。なので今後ルキシオンの e-force やっぱり出たじゃねえかっていうこともあるかもしれないんですけれど、そうじゃないかなって私は思っております。はい、では続きまして価格の話していきたいと思います。セレナe-force 値段やっぱりお高いんでしょうって言われると、まあ決して安い車ではないという回答になります。一番ベースになる e-force の X、 イバーの4駆の X がこちら361万4600円、350万円超えてきてございます。じゃあ一方で同じ X の e-power 2駆はおいくらなんでしょうかというところで見ると、はい、こちら324万8300円です。具体的にいくら違うの見てみます。はい、価格比較表簡単に作ってまいりました。はい、こっちが2区、こっちが4区、そして一応ガソリンのモデルもちょっと合わせて入れております。あと e-power の X と、ハイウェイスター V で、見ていくんですけれど、今見ていたベースグレード、e-power X が324万8300円、e-force の X が360万4600円で、差額36万6300円です。おー、結構高いじゃんって思う方も多いかもしれません。同じ e-power でも2区と4区で、36万円差額があるんですね。で、これ e-power のハイウェイスターで見てもほぼ同じです。e-power ハイウェイスター V、 2区のモデルが373万5600円、 e-force のハイウェイスター V が408万8700円、400万超えてくる。はい、で差額が353,100円ということで、まあやっぱり e-power 2区と4区でだいたい35万から36万円ぐらいの差があるんだなぁと。で、これ純粋なガソリンモデルのセレナの X グレードの2区と4区で比べると差額が266,200円、まあこれもですね、決して小さな差じゃないんですよね。25万円以上ガソリンモデルでも差額があった。で、これが e-power になっての2区と4区の差は35万円以上と。で、 e-force は後輪のモーターがかなりパワフルなものになっております。これはこの後見ますけれど、かなりパワフルな後輪用のモーターが搭載されて、さらに4輪のブレーキが統合制御される、この安心感、パワフルさ、まあ言ってしまえば日産で出してる電動車の最高峰の4駆システムをセレナに搭載されております。それ35万円で、つきますっていうところはですね、私決して高っては思いません。むしろもうちょっと4、50万高くなっちゃったら嫌だなって思ってたところもあったので、まあ、このぐらいに抑えられてきたっていうのは、まあ、良かったなというポイントかなと思います。では、この
セレナ e-force、 ちょっと性能の部分の話をしていきたいな、見ていきたいなと思います。こちらですね、セレナのいわゆるスペックシート、主要諸言表と呼ばれるものです。まあ、グレードごとのですね、仕様の違いとかもいろいろ入ってるんですが、今日見ていくのは、この辺です。はい、細かい数字がたくさん書いてあるところをご覧いただいてですね、ちょっと恐縮なんですけれども、はい、こちらの主要諸言の見ていきたいのが e-force の x ですね。で、まず e-force になったからといって車の幅や長さは変わりございません。ベースの x で全長が 4690mm、 全幅が 1695mm、 5ナンバーサイズにしっかり収まっております。で、一方で全高車両の高さがちょっと実は変わります。全高 1885mm で、一方で同じく e-power x の肉が 1870mm ということで、実は 15mm 全高車の高さが上がっております。これどこに影響、どこから影響しているかと言いますと、それが最低地上高ですね。はい、最低地上高が 150mm、 一番こう車の下部で低い部分ですね、これ15センチございます、4駆のモデル。実は肉のモデルは 135mm、 13.5 センチだったんです。ここ 1.5 センチ最低地上高が4駆のモデルは上がりましたというところで、車全体の高さも上がってるんですね。まあ、ここ考え方いろいろなんですけれど、特に雪道、ちょっと積雪してるところとかを走る上で、最低地上高高い方がより深い雪道もちゃんと抜けられる確率上がるよねっていうところがありますので、これ四駆のモデルとして良かったポイントだなと思います。で、実はこれですね、同じ四駆でも、ガソリンモデルの方は最低地上高 135mm っていうことで、肉と変わんないんですよね。 e-power の四駆だけ、 e-force だけが最低地上高上がってるっていうところ一つポイントとなっております。で、ちなみにあまり気にする方多くないと思いますけれど、車両重量が 1900kg です。結構重量級で、肉の e-power x が 1790kg だったっていうところでですね、はい、これ 110kg 重くなっております。まあ、これですね、ギア のモーターの搭載とかでどうしても重量物増えておりますというところです。あと燃費の部分ですね、 WLTC モードで、リッター 17kg、 市街地モードで 16.8kg、 郊外モードで 18.5kg、 高速道路モードで 16.2kg ということで、これですね、他のガソリンモデルと比べれば4駆になってもしっかりいい燃費が、出ております。肉の e-power が、WLTC モードで 20.6kg なので、まあ、四駆になって 3.6kg 落ちた、まあ、重くなった、パワー使うようになった、そのあたりの影響大いにあるかなと思います。そしてここ気になってる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。これエンジン&モーター主要諸件というところになるんですけれど、もともとe-power の肉のモデルですね、搭載されている発電専用のエンジンが 1.4L の NA のエンジンです。これ四駆になっても全く同じエンジンです。 1.433L で、パワーも同じく98馬力のトルク 12.5kg となっておりますので、発電パワーは肉も四駆も同じです。でも四駆の方は後輪用のモーターが増えていますというところで、これもですね、まずフロント駆動用のモーターが、これ肉も四駆も同じスペック、163馬力のトルクが 32.1kg で、後輪を回すためのリアモーターが82馬力トルク 19.9kg、 結構パワフルですよこれ。馬力で言うとですね、1リッタークラスの車と同程度の馬力のものがリアについていると。で、トルクで言うと2リッタークラスのガソリンエンジンと同じぐらいのトルクがリアにも乗っかってるんですね。なので後輪にかけられるパワーがいかに強いかっていうのを分かっていただけるかなと思います。ちょうどいい肉のガソリンモデル、純正な肉のガソリンモデルの2リッターのエンジン、馬力は150馬力、そしてトルクが 20.4kg。 どうですか、最大トルク。まあ、いろいろトルクってなんだっていう話で言うと、ざっくりと言い出して、ざっ
くりと言わせてもらえれば、走り出し加速の力がどれだけ強いかっていうのがトルクです。正確にはちょっと違うんですけれど、まあ、加速が強くなるのが、まあ、トルクが高い方が加速が良くなる。その2リッターのエンジンとほぼ同じ 19.9 キロのパワーのトルクのモーターが、ギアに乗っかってるんですね。で、ちなみに言うと前輪に乗ってる 32.1 キロのトルクのモーターっていうのは、これ3リッタークラスのあのエンジンと同じぐらいのトルクとなっております。まあ、これ足し合わせたフルのトルクが出せるわけではないかと思うんですけれども、まあ、後輪にもこれだけのパワーがあるので、制御する、様々なシーンで後輪にパワーをより強くかけなければいけないっていうシーンでも十分以上の性能が発揮できる、そんなものになってるんだなーっていうのがなんとなく分かっていただけますと幸いです。ということで、バババッとお話をさせていただきました日産セレナ e パワーに待望の4駆 e-force が追加になって、よ結構すげえんだよっていうところで、でもちょっとですね、リリースとかウェブカタログを見ただけでは分かりにくい部分もあったので、そんなところも含めながらの改めてのご紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか。じゃあセレナ買うならもう e-force しかありえないよねという話は私もするつもり全くございません。決して安い車にはなりません。で、以前ちょっと動画公開させていただきました通り、例えばガソリンの肉のモデルベースグレードだったら300万円切る価格から乗り始めていただける。で、それがですね、人によってですね、必要とする車に対する性能とか使い勝手っていうのは変わってきます。 e-force だと7人乗りが、設定となっております。8人乗りたかったらやっぱり肉のモデルじゃないといけないとか、そういう部分もありますので、皆様の使い勝手、そして、利用シーン、ご予算に合わせてお車選びをしていただければと思います。でも選べる車の選択肢が増えるっていうのは嬉しいことでありますので、ぜひぜひ皆様セレナ買うときはいろいろ悩んで考えて、この動画も参考にしていただけましたら幸いです。福日チャージ YouTube チャンネルは毎日更新です。チャンネル登録をしていただくと見直しがございませんのでお勧めしております。また今回の動画いいなと思った方はぜひグッドボタンで応援してください。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。